1890年代のジュール・シェレによるオランピア劇場のポスターオランピア劇場はフランスのパリ旧区にある老舗ミュージックホール。約2000席を収容する劇場。もともとはローラーコースターがあった場所で、それを解体し、1893年に2000人収容の劇場として開業。一時は映画館となり、その後アメリカ軍に一時占領された時期を経て、 1954年に改装の上再開業したカプシーヌ大通りに面して立ち近隣にはオペラ座やマドレーヌ寺院がある建物のファサードにエル・オリンピア・ブルーのココトリックスの文字が際立つがこのブルーのココトリックス・ブルーのコカトリは本劇場のオーナーでフランスを代表する若き日の人気歌手たちを支えた口ひげを蓄えた名物支配人と言われる 1954年にミュージックホールとして創業以来国内外の世界的アーティストたちがリサイタルやスペクタクルショーを繰り広げている。1997年に会場内は新装されたが赤い絨毯闘争の特色は維持された。出演者はエディット・ピアフ、ジルベル・ベコー、イブ・モンタン、ジャック・ブレル、ミッシェル・ポルナレフ、ジョニー・アリディ、シルビー・バルタン、 マレーネディ・トリヒ、ザ・ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、デビット・ボーイ等、2000年に入って、サー・ポール・マッカートニー、レディ・ガガ、マドンナ等、ありがとうございます。